このやっぱり本気の人しか生き残れない。つまりこの挑戦するしないって、この挑戦するってなんか大げさなことに取り組むんじゃないんですよ。自分の中で、自分の中で挑戦するんです。だから例えば今からなんか大それたことをしようなんて考える必要ないんです。ちょっと自分の中で、およし俺はこういう生き方をしよう、こういう経営者になろうって決めてちょっとだけ行く。例えば僕も1年前ですね、ある志を立てました。ある志を、まあどういう志かというと、まあ要は早起きしようと決めたんです。で農家の時からずっと早起きですよ。だけど意図的に、もう4時44分に起きようと決めたんです。で4時44分に起きて、もう一日の仕事はもう最初の3時間でもう朝の8時までに全部やってしまおうと、事務的なこと全部やってしまおうと。でその後はフリーにいろんな人の対応していこうということで、仕事はもう朝の3時間に集中するために、もう毎朝4時44分に起きようというのをですね、意図的にですよ、意図的に1年間続きました。1年間、でこれ言いたくて言いたくて仕方がなかったんだけど、1年間続けなければ人に言えないので、1年間続けてやって皆さん方に発表できます。で皆さん方もまあそんなちょっとしたことも含めて、自分でよし俺はこうするんだ、こう生きるんだ、こうなるんだっていうのを自分で決めて自分で貫く、これが非常に大事になります。でそこで、ここなんですよね。何のためにやっているのか、なぜそれを生産しているのかっていう、もう原点中の原点に帰ります。経営者の基本なんで、これが、今回私たちこのメンバーの第3回の大きなテーマになります。で、今更なんで農業やってるのとか、なんでそれ生産してるのか、今更考えるって。でも今更考えるんです。今だから考えるんです。で考えたことのない方は今回初めて挑戦します。でこれが今日のまあ宿題になりますし、1月の27日次回までのですね、これがテーマになります。まあ、このやり方はですね、また後ほどご紹介します。そして3つ目、分析する。分析する、稼げる経営者は何が違うのか分析するんです。これはですね、あらゆる経営者がもうやっていることなんですけれども、今やっていることはちゃんと結果を見ることができるのか、例えば例えば、畑野会長が今回じゃあみんな、こういうことをやるよっていうのを例えばアナウンスします。でアナウンスするときに、普及所の人から電話をかけてもらう、で自分も電話をかける、そして、広報誌を配るっていう3つのアクションをしました。で3つのアクションをしたならば40名の人が集まってくれました。あ、なるほどと、3つのアクションしたら40人来るんだな。でもし普及所の人に頼んどこうって言ったら、自分は何もしませんでした、そしたら20人来ました。つまりこれが分析なんです。何と何と何をやったならばどうなった、これが分析なんです。だからどうしよう、これ皆さんよくありますよね。葉面散布でこれがいいですよって聞いたならば、16腕があるならば、こっちの8腕には葉面散布して、こっちの8腕には葉面散布しないった時にどういうふうに変化が起きたのか、これ分析なんですよね。分析だから、収量が伸びた、成長が伸びたって。ところが僕もそうなんだけど、もう農家はね、面倒くさがりだけ、なんやそぎゃんよかったならもうまとめて散布するなんつってまとめて散布して、それの葉面散布が良かったかどうかがわからない。だから成績を上げることよりも、分析してどうだったのかっていうのを一個ずつ掴んでいくっていうことをやらなきゃいけないんです。ただ面倒くさいのが、分析するって言って、例えば土壌分析でしょ、これ皆さんやってますよね。で気象分析、これもやってますよね。スマホで来週天気どうなのかな、あ、そういえば12月1日からめちゃめちゃ、もう明後日か、今度明日雨降ってからね、めちゃめちゃ寒くなりますよね。いきなり、ま、朝1度ぐらいになります、そして、生産、先ほど生産コストの分析、ここですね、生産工数分析、生産工数、工程分析、工数分析とかやってます、工数とか工程とか、例えば僕はほうれん草やってたんですけど、ほうれん草をやるときに何回ほうれん草を触るか、ね、収穫するときにこれで1回、そしてカゴに入れて2回、3回目抱えて4回、5回、6回、7回って、
何回自分はほうれん草を触ってるんだろうかって数えたら、僕13回触ってたんです。13回上げたり下ろしたり取ったり直したり。でこの工数分析っていうのは、自分がどのくらい作業工数手間をかけてるか、もっと言うと、トヨタのね、工場はこの歩く歩数まで決まってますからね。でここで1、2、3って言って、ここで道具を取って、で1、2、3カチャって、そしてまた1、2、3ってこの部品取って、1、2、3カチャっていう風に、全部この1、2、3って全部決まってます。1、2、3もう歩く歩数まで全部工数っていうのを分析されています。だから効率がいいんですよね。これサイゼリアもやっています。他の企業もたくさんやっています。製造業は基本中の基本なんです。だけどそんな工数とか数えたことあります？工数、あと生産工程ね、本当にそんな何回も何回もトラクターって耕さないかんですかって、あと1回ぐらい減らしてもいいんじゃないですかって、もう生産工程から減らす、こういうの分析になります。こういうの分析で、これらを分析するために、いいですか、今の生産工数が俺何回かかっとるかな、生産工程がどのくらいかかっとるかなっていうものを分析するためにタブレットとかがあるんですよ。営農日報とかつけましょうってタブレットあるんでしょ。で、あのタブレットを見て、うわ俺タブレット持っとるけん、なんか IC 農業とか AI 農業とかスマート農業しよるなんて、分析しなきゃただのあれも無駄遣いですよ。ちゃんと分析するためにタブレットがある。で、この生環境生育ね、温度、湿度、光、そして CO2、 そして風、ね、そして地温、そういったものをただセンサーつけて、ああなんか今日は朝の温度が8度だった10度だったって、ただ記録つけてるんじゃ何の意味もないです。ただ無駄遣いで、そのメーカーを儲からせてるだけですよ。温度と、例えば朝の気温と昼の日中の温度の温度差で、どのくらい石灰が詰まったとか、どのくらい葉っぱの重量が増えたとか、どのくらい実の成長のスピードが上がったとかってところまでやるのが分析ですよ。ただ温度が何度じゃないですよ、何度じゃないですよ、ね、そして例えば光のセンサーつけてて、照射の差が何万ルクスの時に飽和状態というのがあるから、もうそれ以上はもう温度上げなくていいとか、つまり例えば最近はちょっと僕は施設園芸でナス作ってたんで、ちょっとそっちの話になっちゃうんですけど、例えば日中、温度が欲しいと、で日中どうしても曇りだから温度が、欲しいから内張りのカーテンを閉めとくと、じゃないと温度が、上がらないと、ということで内張りを閉めてるんだけど、オランダに行った時にはもう曇りの時はガンガン上を開けてたわけで、いやこれ温度が足らないんじゃないですかって言ったら、ああダメ、大丈夫大丈夫、ちゃんと分析してみたら温度と光の因果関係で、温度よりも光の方を優先した方が生育が、著しく伸びるっていう分析をやってるわけですよ。分析を、ところが僕は農大で温めろ温めろって習ってきたもんだから、光無視して温め続けてたんですよね。ただ温めてたおかげで灰色カビが出たり、いろいろ問題が起こった。ところがいろいろ、じゃあ開けてみた時にはどうだろう、閉めてみた時にはどうだろうっていうふうにいろいろやって、記録を取って分析してみたところ、あなんだ、温めるよりこれカーテン開けて光当てた方が良かったんだっていうふうに結論付けた方が収量伸びますよね。つまり稼げる経営者は何が違うのかって、やっぱ分析してるんですよ。分析してるんです、だから分析するためには何しなきゃいけないかって、記録取らなきゃいけないです。記録取る、でも記録取るのはいちいちこんなやって書いてあるけど面倒くさいじゃないですか。だからセンシング技術が発達してるんです。センシング技術が発達してる、つまりスマホやセンシングの機械やタブレットが先にやるんじゃなくて、分析をしたいがために便利な機械なんですよね、ドローンもしかりです、そして販売分析、顧客分析ね、取引先がどのくらいの売り上げを上げているのかとか、例えば自分でホームページ作ってから販売してるなら、自分のホームページにどのくらいお客さんが来てるのかっていうのはアナリティクスっていうソフトウェアでそういうのを見ることができる。お客さんがどのくらい来てるんだろうか、分析することができる。で分析することによって対策が打てる、分析なんです、そして今度は、労働環境とかマニュアル化とか、
どのくらい従業員に何の仕事をさせたらどのくらいの効果が上がったのか。で、人間に、パートさんに仕事を頼んでからやらせてるのと、例えば収穫ロボットが、1000万円する。で、収穫ロボットの1000万円と年間200万払っているパートの奥さん方とどっちが効率がいいかというか比較分析するんです。分析するんです、うん、などなど稼げる経営者っていうのはこの分析をしているということになります。で、この分析するときに記録っていうのは絶対いります。記録、数値化して記録します。で、その記録するときに手書きでもいいんだけど、できればデータで欲しいです。つまりエクセルとかにも打ち込んでほしいんです。エクセルで打ち込むことによってそれを分析することができる、記録を取っておくことができるんです。で、この分析するために数値化する、それをさらに分かりやすいようにデータ化するのを最近の流行りの言葉で DX、 デジタルトランスフォーメーションっていうんです、うん、そしてここで人を使うよりもロボットや機械の方を使った方が楽だよね、効果的だよねって分析した結果がそうなったならば、無人のトラクターとか自動のドローンとか買うんです。で、このセンシング技術やこの無人化技術などを含めて、これスマート農業というんです。こっちはこっち側の数値化するとかデジタル化するっていうのはデジタルトランスフォーメーションというんです。で、これが今ごちゃごちゃになってて、とにかく農家に金使わせようと思って高い商品が今売りに出されています。ぜひこれは気をつけてください。はい、いかがだったでしょうか。脳は耕されましたか。さあ、ここでお知らせです。Zoom でのオンラインセミナーを開催したいと思います。日時は令和3年12月の23日19時から、今回はですね、夕方夜からやりますので、ぜひ皆さん参加してください。参加は無料です。で、申し込みはですね、ノーテラス、農業の脳にカタカナでテラスで検索してみてください。まあ、そちらで、メールフォームがございますので、そちらからお申し込みください。内容はですね、2022年、農業は次のステージに突入する、新時代に対応できる農業者になるための3つの備えということで、非常に濃い内容になっています。まあ、これから新時代の農業を生き抜くためのヒントがですね、たくさん詰まっています。これまで私がしっかりとね、学んできたけど、入れてきた情報知識をですね、皆さん方にギュッと凝縮してお届けさせていただきたいと思います。ぜひお楽しみに。